ハローデブリバーン、デブデブ待たせたな。ヒュッ。はい、ということでどうも皆さん、太一でございます。さて皆さん、今マックで売られているハンバーガー、グラコロ、あれめちゃくちゃうまそうじゃないですか。 YouTube ではそれを食べる動画ねばっか今日上がってて、うわー俺まだ食ってねえやと思って、で今夜中の1時なんですけども、ちょっとまあ編集が終わりましてですね、一段落してちょっと小腹が空いたな、マックを食べに行こうというような感じでございまして、これからね行きたいと思います。はい、ということでマックでねグラコロ買いましたよ。ポテトね、揚げたてらしいんですよ。うまっ。なんだろう、この時間帯にマックを食べちゃうという罪悪感ではないけども、うまい。さあこちらがグラコロでございます。普通のやつとなんかビーフシチューみたいなやつを買ったんですよ。これ普通のやつかな。ということで早速ねいただきましょうかね。これが食べたくてしょうがなかった。いただきます。うまい。あ、これ普通の、グラコロですね。多分これ普通のやつ。グラタンの甘みとタルタルソースの酸味がすごくマッチしててうまいっす。うまい。そしてこの揚げたてポテトがまたうまいですわ。またこういう動画をね、まあ母ちゃんが見ますと、またあんた夜中にこんなもん食べてとか食事してみたいなこと言って怒られるんですよ。関係ねえ俺 YouTuber だから。はい、ということで続いてはですね、こちらグラコロビーフシチューということで、これもねまた気になっていたので買ってしまいました。あ、なんかこっちの方が分厚いのかな。それじゃあいただきます。うん、あ、うまっ。これ何これ、ビーフシチューうまっ。普通のグラコロよりもね何倍もうまい気がする。こっちの方がチーズといい、これビーフシチューコロッケ、これやばいですわこの組み合わせ。いや、これをジャンクフードと名付けていいものなのか、これはもう一つの料理なんではないのかと。パンじゃない、ハンバーガーうまかった、美味しかったです。はい、ということでね、美味しいハンバーガーでした。グラコロどっちかっていうと俺はね、ビーフシチューのグラコロがうまかったですね。ということで車の中マック臭がすごいんで、帰りはまず全開で帰ります。よほほほ。